メジュゴリエの聖母メジュゴリエの聖母は、1981年6月24日から、現在に至るまで毎日、聖母マリアが出現していると数名の原始者が、主張する、ボスニアヘルセゴビナ南部ヘルセゴビナネレトバ県、メジュゴリエにおける、聖母出現である。口述のように、この現象は、目下のところ公認されてはいないが、カトリック教会によって研究が進められている。 ただし、カトリック教会内部には、このメジゴリエの聖母に関する事例を疑問視する者も,も多く、地元司教区は否定的である。2010年3月教皇庁教理省が、数基教の指導のもと、司教、神学者、その他専門家によるメジゴリエの聖母調査委員会を組織した。教皇庁による公式声明は2016年11月7日、時点でも、 まだ発表されていない。聖母が初めて現れたのは、1981年の、洗礼者聖ヨハネの祝日にあたる6月24日、水曜日のことであった。その日、メジュゴリエの小教区内にあるビアコビッチの小村落に、住んでいるイバンカイバンコビッチと、ミリアナ・ドラギツェビッチの二人の少女が、山の方に散歩に出かけた。 突然、イバンカの前方に何か人間らしい姿をした、この明るいものが現れた。イバンカと、ミリアナは昼寝をしていたビッカイバンコビッチに、目が覚めたら、ヤコブの家に来なさいという伝言を残して出て行った。ビッカが目が覚めて出かける途中、リンゴを摘み取っていたイバンイバンコビッチとイバン、ドラギツェビッチに出会い、この二人も連れて行く。それから、ミルカ・パブロビッチ。 13歳も、この一行に加わった。ミリアナと、イバンカも加わり、第一回と同様に、イバンカが最初に人間らしいものを見つけたが、全員逃げ帰る。翌6月25日に、イバンカ、ビッカ、ミリアナ、イバンドラギツェビッチ、ミルカの姉、マリア、ヤコブツ・ツォロの6人のグループができた証人として2人の、大人を加え、前日と同じ時刻、場所に行った。そこには、 聖母の姿が彼らを待ち受けていた。あるうちからの力によって彼らはひざまずき祈り始めた。大人には何も見えなかった。そして聖母は皆の和解と平和を望んだのである。子供たちは大喜びで帰っていった。三日目は一大群衆となった。二から三千人は集まったようである。 1981年6月24日6人の青少年が丘の上に幼い子供を腕に抱いた白い人物の出現を見たと言い出した青少年たちのうちの4人がそれは聖母マリアの出現であると思い翌日の同じ時間にその場に行かなければならないと強く感じたと主張した残る二人も加わり彼らは聖母マリアと祈り話したとされる その日から、若者たちは全員密書にあるいは個別に、聖母の出現を受けるようになった、としている。現在も、支持者たちは、聖母の出現は続いていると主張し、メジュゴリエの聖母の教えと称して、インターネットなどを通じて伝えている。なお、現地の司教区は、調査の結果、否定的な見解を打ち出し、その姿勢は、ジャニッチ司教、 公認のラトゥコ・ペリッチ司教ともども、継続されている。1982年5月、原始者と主張するイヴァンは、聖母の姿に似せた出現を記念した、大聖堂が、6月に完成すると予言したが、外れてしまい、その度に予言は引き伸ばされた。この運動を擁護した、ベゴ神父は、修道所を誘惑し、妊娠させてしまい、 それを問題視したヨハネ・パウロに政治記事記の命により、解任されて、原則、結婚し5人の子供を作り、この運動のグループの形成したメジュゴリエセンターに勤務している。1987年、ユーゴ司教,教協議会会長のクハリック・スーキ教と、現地モスタル教区のジャニッチ司教は、メジュゴリエに対する超自然的性格に動機づけられた、巡礼や、 その他の表明行為を組織することは許可しないとする禁止声明を発表した。また、1987年同じくジャニッチ司教は調査の結果、超自然的なものは何もなかったと発表し、1990年には調査の結果を細かく説明した。1991年にはユーゴスラビア司教団が同じく出現を否定し、ジャニッチの後を受けて、 モスタル教区の司教となったラトコ・ペリッチも、1998年と2004年、その真実性を、あらゆる角度から否定する、という声明を出し、合わせて信徒に、この運動との関係を持つことを禁止した。また、ローマ教皇庁は、この運動への対応として、教理省秘書タルチジオ・ベルトーネ大司教が、フランス・ランジュのレオン・タベデル司教からの質問に答える、形で、 1996年、現地市教区の声明を引用し、巡礼等は許可されていないとする発表を行った。このように、メジュゴリエ運動の支持者たちは、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世が、この出現を支持した、または巡礼した、などと宣伝することがあるが、こうした風説に対して、教理省長官、ヨゼフ・ラッツィンガー・スーキ教は、 1998年7月22日、私と教皇の言葉を引用したとされている文章は、創造の産物に過ぎないとそれらを全否定する発言をしている。2010年3月教皇長教理省が、数奇教の指導の下、司教、神学者、その他専門家によるメジゴリエの聖母調査委員会を組織した。メジゴリエでの 聖母の出現を受けたと主張し出したのは、ファチマやルルドのケースとは異なり、年派に達しない一名を除くと16歳から18歳までの流行を追う現代風のごく普通の少年少女であり、彼らは聖母の出現を受けた後も、その生活様式をほとんど変えることはしなかった。口述するように、むしろ巡礼者の落とす資金をもとに豪奢な生活を送っている。 これは他の聖母の出現の原始者たちと最も異なっている点である。ミリアナはイタリアの記者からあなたは出現を受けても男女交際を依然として続けているしおしゃべりはあまりに好きだがと問われると聖母は私たちを表層的な偽善の特殊化にしようとは思ってはいないときっぱりと答えたという。また警察の要請を受けてあるジョイは 彼女たちに、聖母の娘にしては、あなたたちは、流行を追いすぎている、と尋ねている。この出現を記録し、メジュゴリへのこの運動を熱心に支援している。ロランタン神父によると、第1日目に、聖母を見た、少年少女たちは、強烈な恐怖を感じ、恐れがそこにはみなぎり、少女のビッカは、自分の家に帰るなり、泣きじゃくった。また、 繰り返される出現に対して、彼らはそのうち、聖母のドレスに手を触れるようになるが、その感触は、金属のような抵抗を感じ、触ってもびくともしなかった、と発言している。他にも、頭、でベール、服など、聖母は6人の少年少女に触りたいところに自由に、触ることを許し、触るたびに、聖母に、跡や汚れがついた。また、 自分のかぶっているベールの上を歩いていた。最初の出現から4日目には彼らは人々が聖母のベールの上を踏みつけるので聖母は消えてしまったと話している。さらに聖母はヨハネ・パウロ2世の大きな写真にキスをした。こうした聖母出現に関わる騒ぎが起こる前から管理権問題をめぐって現地の司教区とフランシスコ会とは軽争状態にあった。 そのため、一部のフランシスコ会士たちの数名は、上述した、司教区からの禁止命令に対して、強く反発し、たびたび司教は聖母に背いていると非難、司教を暗に、悪魔と呼び、悪魔が、聖母の計画をぶち壊そうとしています。と攻撃的な姿勢をとった。しかし、司教の対応は上述のように代々変わらず、ばかりか、フランシスコ会は、 現地からの総撤退命令を受け、現地商教区の管轄権は、同会から市教区に移管された。現地のフランシスコ会市の一部は、巡礼者の落とす観光収入を当て込んで、現地に銀行を設立、6名の原始者を自称する者たちも、その収入によって、高級車を買い、豪華な邸宅をそれぞれ建立して、そこに寄居した。フランシスコ法王は、 しばしばメジュゴリエの聖母の出現に疑問を投げかける、発言を行っている。ありがとうございます。